Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. They created what they saw. Queen with mask is an alien. Here is a story about it in Japanese. Eh, minasan, tozai, tozai. Ladies and gentlemen. えー、エイリアンにとって最も深刻な問題はですね太陽光線とそして重力なんですね彼らは暗い暗い宇宙に住んでいます地上の明るさには耐えられません例えばここに一人のエイリアンがいますいろんなことを言う人がいますが誰が見たってエイリアンです これをエイリアンでないという方がもうおかしいというか、もうそういうナンセンスな議論はやめましょう。これはエイリアンです。ね。それを違うとかなんとかわーわー言ってるから話がおかしくなるんです。もし目が小さかったらですね、瞳が小さかったら、いわゆる入ってくる光の量が少ないから暗いんです。ね。 瞳が大きければ大きいほど入ってくる光の量が多くなりますから、あたりは明るく見えます。しかし、大きすぎますと今度は何も見えなくなるんですね。まあそこで、この光を調整する方法はですね、二つあるんですね。明るすぎてこれじゃ見られねえよ、なんてね、このエイリアンは言ってますが。 大きな目を守るためには、あるいは光を調整するためには、この地上でですよ。二、えー、つあるんですね。一つは目そのものにですね、えー、サンフィルターを、まあ、つけること、装着することですね。コンタクトレンズのように。もう一つは、こういう遮光型のですね、メガネをかけることです。俺だって使ってるよなんてね、青森の道軍さんは言っておられます。 まあこれは車高の、まあ、スリットなんですね。それを、まあ、こう、もうなんていうかな。まあ、こういうふうに表現したわけです。で、もう一つは重力なんですね。エイリアンたちはほとんど無重力の世界で住んでいます。足が泣いてしまってますね。体も泣いてしまってますね。果たして骨はどうなってるんでしょうか。まあ、多分ですね、この地上では。 立つことさえできなかっただろうと、できないだろうと思いますね。そこでパワードスーツということになるんです。まあこれは現在人間が開発しているパワードスーツですけども、こういうものを着ればエイリアンだってこの地上を歩くことができるわけです。この人は完璧にまあパワードスーツ足につけてますね。この土偶も 足にパワードスーツをつけています。わかりますかこれ前にも証明しましたが、これはパワードスーツなんです。ええー、私もですね、細い細い足ですから立つことできません。そこでパワードスーツをつけてもらいました。ということで、パワードスーツを身につけました。まあ、それをどう人間が表現するかどうかですけども、 人間は見たものを作ったのです。見たものを書いたのです。見たものを彫ったのです。どうして皆さんこんな簡単なことはわからないのでしょうかええー、まあちょっと言い過ぎたかな。私の結論を申し上げます。ええー、これは仮面の女王と言われておりますけども、仮面、確かに仮面ですけどね。まあヘルメットです。えー、右がエジプトの、まあ、 リ,リーフですね。これはスリットタイプのヘルメットをかぶってるんですよね。あるいはお面かもしれません、本当に。そしてバイオスーツ。まさにバイオスーツを着てるんですね。えー、そしてパワードスーツです。パ、え、ワードアシスティッドスーツって言うんですけどね。パワードアシスティッドスーツ。正しくはね。えー、そして、えー、これがあ縄文のあ ヴィーナスと言われてます。私もそうよ。なんて言ってます。足が太いですね。本当の私の足はね、こんなに細いのよ。なんてね。えー、まあ、自慢しておられますけども、えー、これが、まあ、縄文のヴィーナスと言いますけども、本当の名前はイシュタールって言うんですよ。えー、イシュタールの門って聞いたことありますか私の名前はね、イシュタールって言うんですよ。縄文のヴィーナスだなんて、ほほほほほほほってな感じですね。 これがクイーン・ウィズ・マスク。なるほどね。クイーンですか。でもね、このコンセプトはですね、八戸の、えー、合唱道具と同じなんですね。こんなモダンなデザインを今から4000年、5000年前の人ができたなんて、私はとても信じられない。だって周囲の文化とつながってないもん。 わらぶき小屋のね、屋根だけのように住みながらどうしてこんなモダンなデザインをすることができたのでしょうか皆さんもう少し、もう一度常識に立ち返って考えてみてください。バイ